川島英二がブチギレた本田圭佑の無礼すぎる態度。感謝の気持ちだけで十分やろ。2013年10月のベラルーシ戦の後、ゴールキーパーの川島英二さんが本田圭佑さんの無礼な態度に注意しました。しかし注意された本田圭佑さんは反発し、その後のロッカールームでも一触即発の気まずいムードになっています。今回の動画ではその時の2人の様子などを詳しく紹介したいと思います。川島英二さんが本田圭佑さんにブチギレた場面とは、川島英二さんといえばサッカー日本代表のゴールキーパーであり、現在はリーグ1 RC ストラスブールに所属しています。そんな川島英二さんに対し本田圭佑さんが無礼すぎる態度があったと言われていますが、どんな態度を取ったのでしょうか。本田圭佑さんと川島英二さんの言い争いが起きたのは今から9年ほど前の2013年10月でした。ザックジャパンは当時ワールドカップの予選を突破できなかったセルビア、ベラルーシに連敗していました。日本がベラルーシとの試合で負けた後、本田圭佑さんは両チームの整列に加わりませんでした。それを見た川島英二さんは厳しい口調で、挨拶くらいしたらどうなんだと叱責しました。それを聞いた本田圭佑さんは、感謝の気持ちはある、それで十分やろと返し、まともには取り合わなかったと言います。さらに2人の争いはロッカールームに引き上げてからも続きました。本田圭佑さんはチームメートのミスを指摘したそうですが、川島英二さんは、お前も何度もミスをしたじゃないかと返したそうです。その言葉を聞いた本田圭佑さんは、あんたこそミスが多いとやり返したと言います。本田圭佑さんのその言葉を聞いた川島英二さんは、鬼のような形相で本田圭佑さんの胸ぐらをつかんだため、周囲の選手が慌てて割って入って、なんとか殴り合いの喧嘩にならずに済んだそうです。ですからそのまま2人が殴り合いに発展してしまえば、どちらかが大怪我をしていたかもしれず、チームは空中分解する可能性だってあった状況でした。チーム内は3つのグループに。こうした事件が起きてから、選手たちは本田派と反本田派、そして中立派の3つのグループに分かれることになったと言われています。そしてそのことを証明するような出来事が起きています。コロンビア戦の前にオフで訪れたブラジル肉料理店では、3つのグループが別々の席で食事をしたといいます。そのブラジル料理店では本田圭佑さんと同じ席に座ったのがセリエ A 仲間の長友佑都さん。2008年にフランスで開催されたトゥーロン国際トーナメント大会にアンダー23で日本代表として共に出場していた岡崎慎司さん、青山俊博さんたちでした。一方、本田圭佑さんと距離を置いて離れた席に座っていたのが川島英二さん、吉田麻也さん、内田篤人さん、森重正人さん、酒井豪徳さん、酒井宏樹さんたちでした。そしてそれらのグループには属さない群れないタイプの長谷部誠さん、今野康之さん、井ノ葉雅彦さん、西川周作さんといった中立派のメンバーは店の真ん中あたりで黙々と肉を食べていたそうです。当時の日本代表の監督であるザッケローニ監督からは、本田圭佑さんの自己主張の強さを好ましく思っていました。逆に自己主張をあまりしないおとなしい選手ばかりのチームにあって、本田圭佑さんは日本人離れしたメンタリティがチームに良い刺激を与えているとして彼を高く評価していました。当時のザッケローニ監督は、紅白戦などで選手のポジションが50センチほど違うだけで文句を言っていたそうですが、本田圭佑さんにだけはミスをしようが守備をサボろうが何も言わなかったといいます。また本田圭佑さんの調子が悪い時でも試合には出場させていましたし、何から何まで本田圭佑さんを特別扱いしていました。そんな様子を見ていた他の選手たちは、面白くないと感じていた人も中にはいたそうです。そんなザッケローニ監督と本田圭佑さんの良好な関係もワールドカップ本大会の前に崩れてしまいました。足並みが乱れていた当時の日本代表チーム、そのきっかけとなったのがボランチの山口選手と香山選手の選抜でした。アグレッシブな守備から前線に縦パスを入れることを理想とする2人と、中盤でボールを細かくつなぎポゼッションを高めてゴールに向かうサッカーがしたい本田圭佑さんとは考え方が違っていて、本田圭佑さんと2人の関係も溝ができるようになりました。本田圭佑さんは
攻撃の組み立ての中心としてチームに貢献していたが、ボランチから前線にパスを送られるとそれができなくなりました。2人の新戦力の加入に対し反対する態度を取るようになった本田圭佑さんに、ザッケローニ監督でさえもコントロールすることができなくなりました。コロンビア戦でも最終ラインの今野選手と吉田選手からボールを奪った後、早い縦パスが中盤に送られましたが、前線の岡崎選手や大久保選手が相手ディフェンダーの裏に抜けるような動きをしても、パスは一度本田圭佑さんを経由していました。数人の選手はまだ本田圭佑さん中心の攻撃イメージを引きずったままだったことから、チームはバラバラのまま1対4で試合に負けてしまいました。コロンビアとの試合で1対4で敗れた日本代表は、翌日に日本代表は現地ブラジルで解散すると発表しました。ザッケローニ監督と選手は27日に成田空港に到着すると、空港には1000人のサポーターが出迎えていました。サポーターからはねぎらいの言葉をかけられていましたが、恒例の帰国会見は行われず、主な海外遠征で初めてとなる現地解散が日本代表の足並みの乱れを如実に表していました。川島英二さんは本田圭佑さんとの確執があった翌年、本田圭佑さんとの喧嘩騒動について次のように語っています。自分はいつも思ったことを言うだけ、圭佑だけじゃなくて考え方をぶつけることで良い意見が生まれることもある。時にぶつかることもあるけど、チームの力をより大きくするためには必要だと語っていました。川島英二さんのプロフィール。川島英二さんは1983年3月20日に埼玉県与野市で生まれました。少年時代は地元の与野八幡サッカースポーツ少年団に入り、当時からゴールキーパーを志望していました。埼玉県立浦和東高等学校へ進学後、3年間に選手権、国体、高校総体と高校サッカー3大全国大会すべてに出場しています。高校時代は学校の成績も優秀で、周囲から大学進学を勧められていましたが、プロでやっていくことを決断し、地元のクラブである大宮アルディージャに加入しました。入団3年目の2003年には正ゴールキーパーとして活躍しました。2004年に複数から移籍話がある中、あえて当時の日本代表選手の楢崎正剛さんが在籍する名古屋グランパスに移籍。2006年のシーズン終了後に川崎フロンターレからのラブコールを受け、当時の川崎のクラブ史上最高額となる1億5000万円の移籍金で完全移籍。2018年8月30日、現在所属しているチーム RC ストラスブールに1年契約で加入を発表。2019年7月、ストラスブールと新たに2年契約を結ぶ。まとめ、2013年10月のベラルーシ戦の後、本田圭佑さんはサポーター席に挨拶をしなかったことから、ゴールキーパーの川島英二さんから注意されました。しかしその言葉に本田圭佑さんが反発したことから、2人は一触即発の事態になりましたが、その時の様子などを紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。